宇宙世紀0079、11月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。ここで戦う君の名を。変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して、ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量に。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ。どこに敵がいるかわからないですからね。テック突起、一回飛ばす MS テロロス、スタッフ戦闘開始よ。
小隊長。ロックオン、敵をロックオン。敵ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除。特殊格闘やってみよう。特殊格闘落ちる。ジャック撃破。すごい小隊長。まだ来る。小隊長打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。やっちまった。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩きつけになるから、それも試してみて。早くも2機目のジャックを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。招待状チャンスよ。やるな。投げ切り、お見事投げ切り。ザリア2号機3号機の援護に回って。招待状ザリア、ザリア。敵モビルスーツの全滅を確認。さあどんどん進んで。人使いが荒い。小隊長大変だな。幼馴染みだっけ。戦場なんだから。ロックオン隊長は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。応援か。サブ兵装を使います。3号機突っ込みすぎないで。小隊長援護を。ヘイト集中、ヘイト集中。サブ兵装はリロードに時間がかかるからね。目的地マークを更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿、まるで私たちしかいないみたい。前方リオンの陸上戦艦ダブだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って。援軍が来るまで待たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長撤退を。囲まれてる。無理、撤退無理。覚悟決めるしかねえか。みんなリペアキットの応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。終わりはしない。上からもバンバン撃ってくる。ロックオン射撃しろ。ロックオン打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部応答してください。こちら独立構成機械化技術支援所隊ギャザーロード隊。おかしい。敵艦ダブで撃破。新たな敵へ。なんだ、冗談だろ。大量大量。どこにこんな戦力が。敵撤退を。小隊長危ない。緊急ブレーカー作り実行。宇宙世紀0079オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後でブレイクアウト。発見。イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承、申請了承。 SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。
おかしい。少年ちゃん、機体にトラブルが起きてるの？緊急ブレイクアウトの負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ？待った、ミノ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんが行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長起動します。アムロ総長は？ヤツのことはいい、船の直縁に回れ。了解、任されてください。今のブライトノア注意、私たちホワイトベース隊なの？ザ！かわせるか！今度はジオン軍の通信応募時。目が飛び出す、その間にタンクをやれ。はい、ダルタイ。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を打ち取らねば我々の戦いの意味はない。ダルタイ、ガンバラルタイ、どうやって傍受したの？それに気になると思うけど、今はとにかくホワイトベースへ。小隊長さん、どんどん進んで。ダルタイはオデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。うわぁ、うわぁ、てりゃ、うっざ、落ちる、ざ、飛ばしすぎたか。強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ。何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。ザッゴー！ジッ！デアーク！ジッ！ザッ！落ちる！木馬を落とす。抜かれないよ、お前たち。ザクとは違うんだよ。え、別のモビルスーツに変わった。これ使うか。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手へ追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか。邪魔するやつは全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバトス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。翔太君、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。我が必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの？歴史が完全に壊れる。ユノ姉さんたちに。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。
小隊長さん、一斉攻撃を。そいつでどうだ。当たれ。このテリア、ゼイ、メイ、まだ動く。はあ、この程度。ザ、かわせるか。どうした、バルバトス。俺だ。俺は必ず帰るよ。やった。リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊やザクはどうだったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。小隊長、そんな冗談を言ってる場合じゃないでしょ。そもそも戦闘中にどうやって見てたんだって話になるしね。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんとユネさん、あとはハロ君だけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ一年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない。あ、確かに未来じゃない。ランバラル隊員はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、そうね、ガンダムでありながら走行の曲線が美しい。じゃなくて、問題は何がどうなってあのガンダムが現れたかってことでしょ。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍。私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの。じゃあ SACRA だから、サクラ、その後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、ユノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど、まあ大丈夫でしょう。特例ってことで自己判断。コード名、リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハロー、サクラ。ハロー、サクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明、シミュレーション。まるでさっきの戦いが
大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、ユノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット小隊長さんも一緒にね。選ばれた？史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの？コンピューターのデータ領域 G ユニバース、私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉することでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によると、ユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのが、バグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ガンダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。あ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも、お二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツ。小隊長、確かめろ。ほう、ハロ先輩、いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジア、ソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけど
ジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか。その説明もあるし、火星、ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、ルネさん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。それがブレイク修正か。サクラ、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハロを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解。ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。
ハロ君がミッションを検索してくれてるから次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけどまだ回答がなくて、この間に次のブレイクミッションの舞台ガンダムバルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自立型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった厄災戦が終結してから約300年後の地球圏 PD ポストディザスター300年代のお話。というわけで今回のミッションは鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表まかない東郷之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど。元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは武装した鉄火団やまかないさんを町に入れたくない。裏で対抗馬とつながっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。分かった。かなり危険な区間だ。どうしたってそれなりの被害は避けられない。あいつらに想定を押し付けなきゃならないんだ。俺はもうオルガにかけてるよ。最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガにかけてる。だからオルガもかけてみなよ。俺たちに、鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長。敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとうな、みんな。頼んだぜ、みんな。ザッソー！よーし、ここは鉄火団として頑張ろうね、小隊長。ちょっとまずいね。ブレイク現象の影響で、ミッションがおかしい。私たち以外にも、鉄火団員が確認できないんだよ。え？じゃあ前線にいるのは正体。ブレイク電子を確認。DO のオズシオン、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。総隊長さん全滅させて、ここでリムーブしなきゃ。ここで全部終わらせる。ガンダムバルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。ユノ何？そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、ミカトス君。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず全部潰す。三日月くん、ガンダムキマリスは？何それ、知らないけど。やっぱりブレイク現象が続けて広げる。行くぞバルバトス。このゼリテリアテリア、くらえ。行け！どうしよう。当たる！出てこなくてもよかったのか。
とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのオキオンを使わせてもらう。正気か、ヤツらこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、あれはガンダムエピオン、アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロユイ君じゃない。ライトニングポイント、6番目の男、ゼクス・マーキス2級特殊だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出す。システムエピオンを搭載した。いいよそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合い戦う。この申し出を受けざるを得まい。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火弾はオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないのだ。未来？ごちゃごちゃとうるさいな。操縦士に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦士の直結所アラヤスシステム、この辺りのデータが干渉し合ってるのか。そのままだ。どうしてガンダムが。ガンダムだからこそ。終わりとはやめこい。いけんな。これはどうだ。貴様に力を持つ資格などない。ガンダム、私の挑戦を受けてくれるな。戦争とは非常じゃない。全力で戦ってもらう。回復する。遅いな。そうか、エピオン、ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは。バトラー、三日月くん。サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーがどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。そこ。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。了解だよハロ君。 DO にガンダムエピオンと来れば AC アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？エドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど。以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊員のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ、オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。
まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。一丁やりますか。隼人、小林、行きます。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195年。地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代。地球連邦政府とは違うけど、構図は宇宙世紀と似てるのね。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球、戦火のニューポートシティに向かうよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のイリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ、そして完全平和主義か。ここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。カエさん、先に出ます。ガンダンク、発進よし。ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。バンキャノン、出るぜ。こちらマグアナク隊3番隊、カトル様は戻られているの？カトル様だって？まだ戻られていない。この時点でスタンドロックがない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ。それじゃあルクレティアノイン特有は？通信が繋がらない。ここに我々にだけでも。サクラ、どうなってるの？本来ここにいるべき人たちは軒並みいないんだよ。じゃあエドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。ガンダムサンドロック、トーラス、エピオン、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力が無戦機、モビルドーレがいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍は違和感なく連れ込んでるの。
わったランバラル隊の区分にしては数が多くない。区分自体は量産機だからおかしくはないけど、残念ながらラル隊員がないみたい。あれもない、あの人もいない。そんなのばっかりね。あ、それだよユナ姉さん、このブレイクミッションの違和感、人もものも、そしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんはいないんじゃないの？王国解体宣言は進まないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法が何？テレア全規格そこだ。このまま抑え込むぞ、気合を入れろ。とっておきだ、いけ落ちる。またグブの増援、マグアナク隊警戒してください。あれにもラル隊は乗ってないけど、手はあるかも。総隊長さん、グフは残らず撃破して、ここからデータ追跡をかけてみる。パイロットじゃなくモビルスーツからってことね。そうと決まれば招待者。人防衛隊がこれほど怖っ、撤退だ、一時撤退せよ。招待者さん、追わなくていいよ、こっちの目的は果たせたから。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡もできた？もちろん。これでランバラル隊員が、ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって、何これ、介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれたガンダムラトレイヤー、ハーメス・マーキュリー出る。さて、見せてよ、その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよ、あんなの。それにあの顔は、ガンダム。招待者、気をつけて。招待者、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられていないか。SACRA スラッシュ1351420。今の私はサクラスラッシュ、ユノ姉さんに決められたんだよ。それでも限界だ。そのユノというレディがプログラマーか。どうしてこれを？あなたは誰？私はハーメス・マーキュリー、以後お見知りおきを。そして小隊長、君にはこのラトレイヤーのテストに付き合ってもらおう。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けたということか。パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。なんとデータベースを確認したけど、あのガンダムのパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。うわぁ、撃ちます、破壊する。うわぁ、かわせるか。問題ない。これはどうだ、行くぞ。さすがだな、小隊長君。やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おう、リトルレディ。待ちなさい、何者なの？ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あのキザ男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。
危ねえ危ねえ、備えあればってやつだな。ザッ、危なかった。ひどい壊れ方をしたミッションだったね。ブレイクミッションとはよく言ったものね。ほとんど歴史として成立してなかった。それに最後のガンダムは何だったの？ハーメス・マーキュリーって名乗ったけど、あなた知ってる？私が閲覧できるデータベースには載ってないんだよね。あのガンダム・ラトレイヤー、どの歴史にも存在してないんだよね。どこにも存在しないガンダム。なのに私たちのことは知ってるみたいだったけど、パイロットとプログラマーがどうとか。データベースを閲覧できるよう管理システムに申請したから、しばしお待ちよ。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。ハロ君、いいタイミング。量産型グフのデータの追跡に成功したみたいだね。これで消えたランバラル単位のグフを元の歴史に登録し直せる。歴史への再登録って具体的にはどうするの？もう一度あの時のミッション、ソドンの町近郊でランバラル隊と戦うんだよ。ガンダム・バルバトスが現れたあの場所か。ちょっとしたタイムスリップって感じね。ただ間違った歴史を変えるんじゃなく、正しい歴史をなぞることが重要だよ。私たちで史実を成立させるってやつね。その上でデータを登録し直せば、晴れて歴史データの修復が終了するってわけ。それがトゥルーミッション。ユノ、頑張れ。小隊長、頑張れ。やるわよ小隊長。私たちの歴史の修正だものね。じゃあ小隊長さん、トゥルーミッションを選択してみて。史実通りになるように歴史を追いかけるのがトゥルーミッションだよ。ブレイク現象が起きていなかったら、あの場にはアムロレイ総長がいたはずなのよね。そうそう、 RX78、 最初のガンダムと一緒にね。ホワイトベース隊を脱走したアムロ総長さんはソドンの街でランバラル隊と接触するんだけど、総長さんを探しに出たフラウボーさんがラル隊に尾行されちゃうんだよ。それでホワイトベースは襲撃を受けちゃって。ちょっと待って、脱走？敵前逃亡って大丈夫なの？まあまあ、経緯はともかく行ってみよう。アムロレイ総長をホワイトベースに案内してランバラル隊のグフとの戦いに勝つ。それを成り立たせるのがトゥルーミッション。小隊長、頼りにしてるわよ。カエサ、先に出ます。ガンダンク、発進よし。アヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン、出るぜ。ホワイトベースを見つけたのか。フラウボーがつけられたんだ。あのグフってモビルスーツに出てこられたら、ガンキャノンもタンクもイチコロだ。本当にアムロ総長、連邦最強のバカ。こちらブライトだ、早く戻れ。聞
ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。前の通信と同じ。ユノ特務総長、起動します。艦長、アムロ総長を渡しますよ。ブラウの報告通り。分かった、船の直縁に回れ。ブラウ号なんてよこしやがって。ファイトは自分で来りゃいいんだよ。艦長も理由がないんですよ、アムロ総長。思い込めるスピッツルートがある。この前はなかったよね。小隊長、正面突破。ガンバラル隊の通信を傍受。船が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ダール隊。隊長やりました、タンクをやりましたよ。いつにとどめよ。何を寝ぼけておるか。奥間だ。奥間を打ち取らない。我々の戦いの意味はない。本当に、あれ、フォアファイト。リュウさん、迎えに来てくれたのか。急ごう、アムラ校長さん。テルヤ、そこだ。おっと、ホワイトベースから通信。ユノ、遅いぞ、何やってんの。お前には指揮者からの通信支援を任せる。了解です。ガンダムもそのまま戦列に復帰します。どんな理由があろうと、独断専行は重罪だ。だが、今は頼らざるを得ん。リーナ、アムロ。役者は揃ったけど、時間軸がずれてるかも。ホワイトベースが特定したままだ。本来なら、取り付いた部分を海面飛行で振り落として、上空へ退避してるはずなんだけど。海面飛行？艦内どうなっちゃうわけ？未来さん、無茶するな。相手を脅かして、組ませるほどの威圧感。だからって負けられない。
小隊長、アムロ総長、頑張って。了解、僕たちでやるしかないんだ。行くぞ。直撃させる。これはどうだ。貴様に戦いというものを教えてやる。そこだ、行きに行くよ。奴ら奴め、ブラッタ。あるな、ガンダム。しかし、こちらとてまだまだ操縦系統が得られたわけではない。来た。このルフのパイロット、もしかしたら。ここだ、モニター回線をつなげるよ。モニターが勝手に。この少年は。やっぱり。お前は、さっきの暴虐か。僕らを助けたのは、ホワイトベースのポイントを知るためだったのか。まさか、時代が変わったようだ。坊やみたいなのがパイロットとは。かわせるか。どうだ。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。そのモビルスーツの性能のおかげだということを忘れるな。負け惜しみよ。待て、ラル隊員の脱出を確認。彼自身のフラグメントキーも見つかったよ。あとはこのシミュレーションデータを再登録すればブレイク修正は完了。よかった、アムロ総長、お疲れ様でした。これで僕は、え、総長、僕はあの人に勝ちたい。作戦終了、協力感謝するよ。検索該当あり。トゥルーミッション検索該当あり。さっき回収したっていう新しいフラグメントキーがあるから。イエス姉さん、厄災戦の後失われたとされる技術、荒屋敷システムのデータをね。あ、ポストディザスターの歴史、ガンダムバルバトス関連ね。その通り、エドモントンのブレイク現象を修正する重要なプログラムコードだよ。ただちょっとデータにエラーがあるみたい。大丈夫かなこれ。ハロ先輩、ちょっと来て。なんだサクラ、なんだサクラ。荒屋敷のデータをインプットするよ。データリンク、パスコードは君の旗をあげろ。にゃエラーエラーエラー。ちょっとハロー、さくら、勝手にバグったデータを入力しないで。修正完了。変わったプログラムコードだったけど、ハロー大丈夫。さくら、もう勘弁しろさくら。他にもおかしなコードは直しといたけど。さくら、勝手なことはしないでよね。やっぱり波のプログラマーじゃないね。だからこそ彼女は管理システムに選ばれた。さくら聞いてるの。次やったらお仕置き用のコンピューターウイルスを投与するからね。怖い。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。一時はどうなることかと思ったけど、これでエドモントンの街に行けそうね。この G ユニバースに関わる各種データのコード解析、時間を見つけてちゃんとやっておいた方が良さそうね。
前にブレイク現象が起きてた時はアフターコロニー時代のモビルスーツがいたけど、他に違いはあるの？作戦開始の状況が少し違うかな。まかないさんをエドモントンの本会議場に連れて行くのは同じなんだけど、それを阻止しようとするギャレルホルンの守備隊に奇襲をかけるとこからだね。敵の目を引きつけるために団員たちが奇襲をかけるのが史実なんだよ。私たちは前回と同じく鉄火団として、三日月くんのガンダムバルバタスと秋広くんのガンダムグシオンリベイクと一緒に出撃するからね。え、急に秋広くんって出てきたけど誰？鉄火団団員の秋広アルトランドくん。筋肉ムキムキのマッチョガイだよ。同じ団員なんだからうまく合わせてよ、ヌ姉さん。プログラマーにそんな対人能力を要求しないでよ。カエさん、先に出ます。ガンタンク、発進よし。カヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。残さずかけるよ、俺の全部。これで最後だからな。ギャラルホルン側は浮き足立ってる。奇襲は成功。あとは団長さんたちがうまくやってくれれば。オルグなら大丈夫だよ、絶対にやり遂げる。ここから先は行かせねえ。私たちは三日月君と町へ向かいます。筋肉隊で敵を抑え込んで。当然だ。三日月こそ遅れるなよ。ああ、ここで全部終わらせる。ブルーミッションが成立してるのに足りないデータがあるな。でもシミュレーションには細かい際は出るものなんでしょ。ガンダムがいないとなると話は別だよ。ガンダムキャラクターか俺たちは計画通り、まかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。団長、気をつけて。何が起こるかわからないみたいです。百も承知だ。鉄火団の未来のためにお前らの命をかけてくれ。突っ込め突っ込め。団長が出れねえぞ。お前たちの思いは絶対に無駄にしねえ。あれ、ミッションデータの必須。こんなとこにまでモビルスーツを。何をしている。とっとと押し返せ。これ走って、ブレイクミッションの時にアフターコロニー時代にモビルスーツが現れたのよね。ステージではモビルワーカーしかいないはずなんだよ。どうしてこれだけのモビルスーツが。いいよ、何でも全部潰せばいいだけだ。キマリスのデータが足りないことがブレイクミッションの形になるの。オルガ、あとはクーデリア、すぐに行く。小隊長、まだまだ敵の数が多いから囲まれないように注意して。逆にチェインブレーカーをぶっ放して弾き散射を。何それ。一匹一匹プチプチ潰してくよ。どちらにするかやり方は任せるわ。小隊長、まだまだ敵がいるね。片付けないと団長さんたちが危ないよ。心配しなくても出てこなければよかった。終わりはしない。
は止まらない。加速する。俺たちは一同へ向かう。そっちは任せたぞ。ああ、任され。バルバトスのパワーアップ、あんなブースト機能があるなんて。ガンダムフレーム、恐るべき性能ね。そんな単純なものじゃないよ。あれは人間が簡単に使っていいものじゃない。え、どういうこと？何かあるの？ううん、なんでもない。さて、いよいよ最後だよ、ユノ姉さん。アフターコロニーの時代、サンクキングダム防衛戦ね。オデッサに帰るための最後の修正。いや、このディレクトリのだよ。この？他にもあるわけ？最悪の場合、管理システムをハロもろとも改ざんしてでも。怖い。落ち着いて聞いて、ユノ姉さん。 G ユニバースは階層構造になってるんだよね。ここは一番浅い層なわけ。管理システムのある階層に行かないと、ユノ姉さんたちを送り返すのは無理なんだよ。もう、じゃあさっさとその階層に。残念。ブレイク現象の影響で今は階層、ディレクトリ間の移動ができないんだよね。先に言いなさいよ。他に隠してることはないですよね。ないない、私は AI だからね。人間みたいに嘘ついたりはできないし。まったく調子いいんだから。ハロ、
早いところあれやって。ハロも嘘つかない。トゥルーミッション発生、トゥルーミッション発生。Thank you.